お疲れ様です。ピーキチです。仕事から帰宅しまして、お腹ペコペコ。今回は皆様からリクエストをいただいた食材を使って、おつまみ5品作って晩酌していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、まず一品目、ナスちゃんからいきましょう。はい、ナス上のところ切りましたら、食べやすい大きさに切っておきます。はい、じゃあこんな感じで切りましたら、耐熱容器に入れまして、ふんわりとラップをかけます。レンジで3分ほど加熱しておきます。で、その間にですね、うまいタレ作っていきます。醤油、ごま油、コチュジャン、おろしニンニク、砂糖、ごまでございます。もうこのタレがうまいんですよね。はい、じゃあですね、温めましたナスですね、こちらを加えてよくタレを絡めていきます。はい、じゃあお皿に盛り付けまして、あとはですね、こちらポンポンということで、卵、卵黄ちゃんを乗っけて、ナスのうまいやつ完成です。はい、じゃあ続きまして、きゅうりを使ったおつまみいきますね。はい、じゃあ適当にね、こちら切っていきます。輪切りでいいのかな？はい、じゃあこちら切りましたら、ボウルに加えまして、あとはお塩ですね、適当に振って、揉み込みまして、10分ほどですね、置いておきます。はい、置くとこんな感じでね、水分が出てきますので、よーく切っておきます。はい、こちらにワカメ、キムチですね、加えておきます。そして私、ピーキチ大好物のツナちゃんですね。こちらと、めんつゆ、ごま油を加えて、混ぜ合わせていきます。はい、こちらで、なんか、キュウリとワカメとキムチとツナのうまいやつ、完成でございます。いい感じですね。はい、じゃあ続きましては、ちくわちゃん使っていきましょう。はい、もうこのまま食べても美味しいですが、今回はですね、さらにアレンジ加えていきたいと思います。はい、じゃあ大好きごま油を引きまして、こちらにですね、先ほどのちくわちゃんを入れて焼いていきます。はい、じゃあね、さっと炒めましたら味付けですね、マヨネーズ、めんつゆ、あとごまちゃんを加えてさっと炒めていきます。はい、あとはお皿に盛り付けましたら、マヨネーズを美味しいちくわのやつ完成でございます。はい、じゃあ厚揚げちゃんと登場、チーズを乗っけまして、またまたキムチ乗っけますね。マヨネーズを上からかけて、トースターで5分から10分、こんな感じになって、ネギ乗っければ完成でございます。はい、こちらさつまいも、この黒いのがね、あると美味しいさつまいもらしいですよ。なんかこないだ王様のブランチさんだったかな、違うかな、なんかでやってました。はい、じゃあ切ったら水に10分つけまして、また耐熱容器に入れてラップをして、レンジで3分加熱しておきます。はい、じゃあその間にまた美味しいの作ります。蜂蜜、粒マスタード、レモン汁、お醤油ですね、タレを作っておきましょう。はい、そしたらフライパンにこちら切っておきました鶏もも肉ちゃん、皮目からよく焼いて炒めていきます。で、さつまいも、塩コショウ、そしてさっきのタレをね、加えていきます。はい、じゃあ全体に絡めていきましょう。もうね、香りがたまらない、美味しそうですね。はい、ではお皿に盛り付けましたら完成でございます。はい、じゃあ今回はこの5品で晩酌やっていきましょう、ということで、いただきます。よろしくお願いします。はい、今回はこちらウイスキーハイボールでいかせていただきます。リクさんかな。はい、じゃあ氷をね、いっぱい入れたグラスにね、炭酸と一緒にいきましょう。乾杯。はい、じゃあ仕事終わりの一杯、ごくごくごくということで、いただかせていただきます。最高に美味しいです。はい、じゃあね、食べていきましょう。まずはさっぱりとしたね、この美味しそうなやつからいきましょうね。はい、なんかキムチもあるし、わかめも体に良さそうだし、なんかいい感じそうですね。もう味もね、最高に美味しゅうございます。こちらね、たくさん作ってタッパーとかに入れておけば、いい感じの作り置きメニューになるかもしれないですね。おすすめでございます。はい、じゃあ続きましては、このナスのユッケでございますね。卵黄を崩して、こちらたっぷりと絡めてね、いっちゃいます。はい、じゃあいただきます。パクリということで、ナスうますぎるこのタレがね、合いますね。そして黄身をね、つけることによってまろやかになって最高だ。
はい、じゃあ続き厚揚げちゃんでございます。はい、チーズ、キムチ、マヨネーズ、この組み合わせにハズレはなしということで、はい、間違いございません。超美味しいです。はい、次はこちらちくわでございますね。ごま油とマヨネーズ、そしてめんつゆがね効いております。お酒に合うな。さっとねお通しとかに出てきても嬉しい一品ではございませんでしょうか。はい、じゃあ続きましてリクエストありましたさつまいも料理ということで、今回はさつまいもと鶏肉のハニーマスタード味っていうのかな、はい、そんな感じの甘いね甘じょっぱいタレでございます。いや、これは美味しいですよ。最高の組み合わせでございます。さつまいもなんか秋が来たなって感じしますね。で、さつまいものリクエスト非常に多くいただいておりましたので、また次回のね、おつまみ編でもさつまいも使っていこうかと思いますので、さつまいも大好きなんだよ、他も見たいよっていう方はね、次回の動画も楽しみにお待ちいただけると嬉しいなってところでございます。いや、さつまいも久しぶりに使ってみましたけれども、めちゃめちゃ美味しいですね。このハニーマスタード味が最高でございます。たまらないよ。はい、そして我が家の愛犬ジルちゃんにもね、こちらさつまいものおやつですね、あげたいと思います。はい、来ましたね。はい、どうぞということでめちゃくちゃ可愛い。はい、親バカでございました。はい、じゃあ今回はこんな感じでございました。ご視聴いただきましてありがとうございます。またリクエスト等ございましたら、どん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 、お願いします。よろしくお願いします。バイバーイ。